その力必ず手にしてみせるぞ。愛情無敵のドムアーマーです。私のせいだ。私が迷ったせいで村は焼かれ、ソリュードさんまで連れ去られ、トゥルガーも呼び出せないなんて。お姉兄様、この世界のこと、ミルのこと嫌いになったんですか？待っててね、ミルちゃん。すぐ戻るから。あなたは？助けに行くのか、仲間を。あなたには関係ありません。私が案内しよう。ゾーク族のアジトには私も用がある。お姉兄様、ミルが寝ている間にどこ行っちゃったんですか？やっぱりお姉兄様はミルのこと嫌いになっちゃったんです。もう死にたいです。俺は死にそうだ。幸せだな。ミル、もっと赤ちゃん作ります。うきゅー、照れちゃいます。ミルさん、うるせえな。もうレイズ、無茶するなよ。しかしなぜだ、こんな危険を犯してまで赤の他人を。だってソリュードさんがこんな目に遭ったのも私のせいなんです。それに大事な仲間ですから。変わってるな、君は。そうですか。こんな変な子嫌いになってもいいですよ。いや、そんなことはないが。大丈夫か？はい、大丈夫です。そうか。何ドキドキしてるのよ、私ったら。わあ、あそこから入ってすぐの階段を降りれば、チカロウは目の前のはずだ。どうしてそんなことまで？サーベルさんって一体？そちら側から回り込もう。はい。ゲロゲロニャッ。なんだ？なんだよ、お前さんか。変な声で泣くなよな。ごめんなさい、私カエルがどうも苦手でして。不思議な人だな、君は。男になった時はあんなに頼もしいのに。冗談じゃないです。あんな奴が頼もしいなんて、あんなのただの最低下道男です。本人が言うんだから間違いなし。ごめんなさい、
したらやだな。何言ってんだろう。そうやってムキになるところもよく似ている。似てるって誰に。大変だ、裏門の見張りが侵入者だ。ロス村の奴らか。博士、グズグズしている暇はないな。さあ君は早く仲間のところへ。でも言ったろう、私にはここでやることがある。それに君には死んでほしくない。サーベルさん、いたぞこっちだ。おい逃がすな。